います。なるほど、僕は自分で自己紹介できないんです。びっくりしてます。いや、自己紹介が自分で言うのね。他人紹介ありがとう、田淵です、田淵なんて。うちで喋ってる。自分で言うの。おかずクラブのオカリナと申しまして、はい、ゆいぴーのことはね、ダイエットで36キロ痩せたってことで覚えていただけたかなと思うので、うん、私は似てるって言われるもんねってね、覚えてもらおうかなと思います。そういうのがあると覚えやすいですよね、はい、私ね、大体カエルとか魚に似てるってよく言われるんですよ。オカリナさんの中にね、はい、この目と目の距離がちょっと結構開いてるから、そうなんですよね、似てるって言われるんですけど、はい、ブラックマヨネーズの小杉さんなんか、オカリナさんのこの目と目の距離が5車線もあるんじゃないかなとおっしゃってました。広すぎる話ですよね。ただね、私顔の調子がいい時にある可愛い女優さんにも似てるねって言われたことがあるんですよね。そうなんです。その可愛い女優さん、わかるよって方いらっしゃいますか？この女優さんじゃないかなってね、わかる方ね、皆さん考えること放棄されてますけどもね、皆さん。ごめん、仕事忙しいのにわざわざ。そんなことないよ、最近仕事どうなの？いや、それがさ、部長とうまくいってないから仕事やりづらい。そう、今日もさ、部長腹立ったから部長のカバンにね、これぐらいの石入れてやった。いいのいいの、頑張ってみて。いいんだから、いいんだから。ちょっと、会社だよ。ごめんね。はい、もしもし、小川です。はい、あ、部長。はい、はい、え、あ、そうですね、それやったかもしれないね。はい、あ、ごめんなさい、そうですか。わー、やっちゃった、はい、すいません、はい、すいません、気をつけます、気をつけます、気をつけます。ねえ、これが決まってきてましたね。今日の足元あんだからね、ありがとうね、本当に。ね、シールこれだけ読んでくれましたよな。ねえ、いいって言ってますよ。いいって聞こえてますよ。僕だけ聞こえたんじゃないですか。違うんですよ。なんだったら聞こえないぐらいの年齢ですから。そうです。知らない言い方ないじゃないですか。同い年ですけどね、我々。まあ、頑張っていきますね。盛り上げていくのが我々仕事。盛り上げなきゃいけないですね。トップバッターということで頑張って。全然違いますけどね。3分ぐらいやってますけど、ね。まあ、今から始まるぐらいの気持ちでね、我々やっていこうかなと思ってますけどね。こうして芸人やってますとね、やっぱり夢がありましてね、目標っていうんですか、やっぱりね、夢は大きく、ビッグスリーみたいになりたいなと思ってるわけですよ。やっぱ永遠の目標さんさんにはね。困りました。それではですね、こちらに名前と住所と電話番号を書いていただきますか、マッサージさせていただきますね。これは助かるやんか。ああ、気持ちいい。いや、お前が起きんのかよ。ああ、気持ちいい。こっちやろ。伊藤さん結構こっち。森さん寝てこんでええわ、お前。俺にやれよ、それは。それではですね、今日お泊まりいただく部屋なんですけども、はい、海辺の間となっておりますので、海辺の間、はい、南国をテーマにしたお部屋になってますので、はい、ではお部屋案内しますので、はい、こちらどうぞ。ああ、いらん、いらん、いらん、そんな、いらんと、戻ってくんのかやっぱり。いやいやいや、行けよ、行けよ、そっちにさ、そのまま進め。戻ってきたらあかんねん、お前、何してんねん。こちらの部屋になっております、いかがですか、こちら、リビングに敷き詰められた砂浜。敷いてんの、え、砂敷いてんの部屋に。リアルの南国を体験していただこうと思いまして。いや、あかんやろ。水曜ワリズと申しましてね、このような着物着ながらね、はい、まあ、ご機嫌でございまして、私、三島なんですけども、ちょっと特技の方がありましてね、特技、まあ、何でもかんでもこう、はい、カタカナの言葉を言っていただけると、はい、即座にこう和風に変換して返すというような特技でございまして。カタカナを和風に、はい、まあ、例えばですけど、アイスコーヒ ー, アイスコ ー, ヒー、喫茶店なんかに出てくるアイスコーヒーは和風で言うと冷やし黒豆焙煎汁。まずそう、まずそう、え、気持ち悪い。まずそうとかうまそうとかじゃない、焙煎汁とか和風にはでもできてるでしょ。どうも、おはようございます。青色と解きます。カンパチと色の青、はい、その心は
たくさんある中で、うん、一番好きです。人それぞれやん。分かってるんで、いやこれ拍手無理ですよね。どういうこと。いやいや、二つの事柄をうまいこと一つで落とす。ちょっと分からないけど、やってみて。いやいや、例えばこれ簡単なやつですけども、リンゴとかけまして、はい、好きな女の子と解きます。その心はどちらも気になります。ありがとうございます。俺に拍手ギリギリや、お前もらえるわけないやろ。絶対いけます。川口の床こんな感じやったよね。すごい頭下げてたな。ごめんなさいね、まあ、ここからは料金に入ってませんのでね、まあ、ここからはサービスということでね、こういう形でさせていただいておりますが、本当にまあ今日も大雨降っておりましてね、また明日が晴れるという、まあ梅雨入りからまあ仕方ないといえば仕方ないんですけど、本当にもう大変でしょ。雨傘もどうしようかなとか、本当にもうごめんなさいね。もう本当にもう皆さんにはなんかはっきりした天気がこう伝えられないというか、本当にごめんなさい。でまた明後日雨ですよ、土日雨、本当にごめんなさいね。何の力もないんです、私がね、止めることもできず本当に大変ですけど、まあ考えたらね、まあ10分あの喋ってくださいって言われたんですけど、辛い辛いです。